こんばんは。一緒に今日も神様を礼拝できることを本当に嬉しく思います。一言祈ります。天のお父様、ありがとうございます。台風13号15号と日本に直撃して、九州そして特に千葉が大きな被害を受けておりますけれど、神様、またこの度も台風が接近し、また場所によっては被害が出るかもしれません。神様、どうぞお守りください。私たちの人生においても、神様、そのような苦しみに遭うことないように、どうぞお守りください。あなたの素晴らしい恵みが私たちを支え、守り、導き、主よ、力を与え、新しい習慣に向けさせてください。心から感謝を捧げ、イエス・キリストの名で感謝してお祈りいたします。アーメン。マタイ福音書6章33節にこうあります。神の国と義を第一に求めなさい。44番、褒めたたえ
すべてに感謝しよう。聖書はこう語ります。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。今日新しく来てくださった方、日本語がわかりますか？理解できますか？ちょっとですね。はい、わかりました。そしたら次59番歌いますね。すべてに感謝しよう。Yes, I can.
イエス様はこう語ります。私はあなたの必要をすべて満たす。心の底から今日命の水が湧き上がる。それをいただいて私たちは生きていきたいと思います。126番。私を信じる者は聖書が書いてある通り生ける水が川のように流れる。アメン。ここに命の水が溢れ流れる。罪も汚れもあらない清められる。増え乾くものすべて満たされてゆく。命なきものすべて花を咲かす。ここに命の水が溢れ流れる。罪も汚れも洗い清められる。植え替わくものすべて満たされてゆく。命なきものすべて花を咲かす。すべてが生きる。その水は癒し。すべて麗しく生き返る。
Yeah.
主よあなたなし、主よ
したいと思います。3、はい。あなたには私の他に
他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたはあなたの神主の御名を未来に唱えてはならない。安息日を覚えてこれを聖なる日とせよ。あなたの父と母を敬え。殺してはならない。勧誘してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。アーメン。4番ヤベツの祈り、ついで告白しましょう。3、はい。ヤベツは彼の兄弟たちよりも重んじられた。彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神にとばわっていった。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アーメン。もう一度お祈りをしたいと思います。どうぞ心合わせてください。天の父なる神様、ありがとうございます。秋が深まってまいりました。神様、台風の季節でもあり、また、涼しくなっていくような中で、一人一人が健康を支えられ、いつも神の恵みにあふれて喜んで生きていくことができるように、平安を覚えて生きていくことができるように、神様がどうぞ一人一人に今日も力を与え、慰めを与え、そして共にいてくださることが分かるように、神様、あなたが現れてくださいますようにお願いいたします。御言葉を通してお導きください。聖霊を通して触れてくださいますようにお願いいたします。神様、礼拝を通して神様一人一人が回復し、また新しい週間、祝福のうちを歩むことができますように。昨日も今日も変わることのないイエス様が一人一人に命をお与えくださいますように、感謝し期待します。愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、こんばんは。一緒に礼拝できること心から感謝したいと思います。さあ、私の今日の説教の題は、私は世の光である。私は世の光である。まあ、説教の要約が入ってますのでね、もしよかったら皆さんそれを見てくださった方が、分かりやすいかもしれませんが、先週まではどんなお話だったか。イエス様を罠にかけよう、まあ、ユダヤの指導者たちがイエス様を罠にかけようとしていました。まあ、どっちに転んでもね、罠にかかるようになってたんですね。会員の現行犯で捕まれたその女、連れてこられました。まあ、男も女も石打ちで殺される。でその女を連れてきてね、あなたはこの女をどう裁くか、もし石で撃てって言ったら彼らは何て言ったか。あなたはいつも愛を教えてるのに、そんないつもと違う、じゃあ石で撃ちなさいと言えばね、あ違う、許しなさいと言ったら、あなたは立法の先生じゃない、それなのに聖書と違うことを教えるのか、あなたは偽物だ、人々の支持を失わせよう、まあ、そういうふうに罠がかけられてたんですね。イエス様は罪のない者が女に石を投げよう、そう言って年を取った者からみんな去っていった。まあ、皆さん、イエス様はそのように見事に解決したんですね。しかし解決しただけじゃないんです。その罪をどうしたか、水に流したんじゃない、自らが十字架で背負って、そして死んでくださったんですね。皆さん、それがイエス様です。解決するだけじゃなくて、それを背負って本当に解決してくださった。その上でイエス様はこう言ったんですね。私は世の光だ。問題を解決した上で、私は光なんだよ。そのように語られました。今日はこの言葉の意味についてご一緒に学んでいきたいと思います。聖書の箇所はヨハネ8章12から20節までです。皆さん、よかったら一緒に読んでみましょう。ここに載ってますんでね。
ヨハネ7の8の12から20まで一緒に声を出して読んでみたいと思います。わかりますか？上の方にあります。今日の聖書箇所です。はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するならその証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのか知りません。あなた方は肉によって裁きます。私は誰をも裁きません。しかしもし私が裁くならその裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく私と私を使わした方とが裁くのだからです。あなた方の律法にも二人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を使わした父が私について証しされます。すると彼らはイエスに言った。あなたの父はどこにいるのですか？イエスは答えられた。あなた方は私をも私の父をも知りません。もしあなた方が私を知っていたなら私の父をも知っていたでしょう。イエスは宮で教えられた時、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。アメン。私は世の光ですと言われました。第一番目、これはイエス様の宣言なんですね。私は何々である。エゴーエイミー、私は光である。非常に強い言葉ですね。12節、イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。アメン。どこで語られたか。献金箱が置いてある、宮の中で話された。20節にそう書いてありますね。誰に向かって語られたんでしょうか。これはユダヤの指導者、先生、ラビと群衆です。弟子たちは除く、そのような対象、すべての人に語られていた。じゃあなぜここで世の光なのか、なんで光が出てくるのか。いきなり罪を許して、そして解決して、そしてなぜここで光なのか。この時はですね、実は、1日前まで、お祭りが行われてたんですね。カリオの祭りが行われてました。カリオの祭りっていうのは、2つの儀式をするんですね。1つ目の儀式は水を汲んできて祭壇に水を注ぐ、そういう儀式をし、もう一つはですね、ランプに火を灯す、火をつける、そういう二つの儀式をしました。水を汲む儀式に対してイエス様はこう言ったんですね。7の37、ヨハネ7の37、誰でも乾いているなら私のもとへ来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の底から生ける水の川が流れ出るようになる。皆さん先ほど賛美しましたね。あなたが源、生ける水が湧き上がる。イエス様はそういうお祭りの儀式に対して、その生ける水ということを語られたんですね。もう一つ、ランプを灯すって儀式があるんですね。それに対してイエス様は、私は世の光ですって言われたんですね。皆さんだからね、突然出てきたんじゃないんです。この光はエルサレムのあの町を照らしたに違いありません。暗い裏の道にまでその光は届いた。皆さん聖書っていうのはね、そのように読まないと、なんでここで光が出てきたか、
それだけを取り出して解釈するとね、全然違うことを言うこともできるんですね。でもこのようにこのお祭りで水を注ぐ、そして火をつける、これに対してイエス様は生ける水、そして光、そう言われたんですね。皆さん、そこを私たちは受け止めていきたい。聖書を読むとき、皆さんそのようにね、前後を大切にして読んでみましょうね。じゃあ光っていうのは何を意味したのか、まあ、当時世の光っていうとね、まあ力があるもの、例えばイスラエルの国家、エルサレムの町、神とか、立法、力のある先生、そういうものを指してね、世の光って言ったんですね。でもその光っていうのは何を照らすものであったか、皆さん、世の光っていうのは何を照らすんでしょうか。2つあります。1つ目は心の中の罪を照らします。隠れた罪、その隠されたことを世の光は照らす。もう1つは神の光、神の愛を照らす。つまりね、罪を照らすけれど、しかしそれを許してくださる光なんですね。皆さん、これが世の光です。でもこの世の光っていうのはですね、どういうものでしょう。具体的には聖書には他に出てくるでしょうか。聖書を見るとね、この世の光は神の栄光という言葉で書かれています。シェキナとかシャカイナって言葉ですね。神の栄光、例えば創世記1章3節見るとこう書いてあります。神が光あれと言われた、すると光があった。皆さん、この光っていうのは神様のグローリー、栄光だった。太陽じゃないんですね。光あれって言ったら神の栄光があった。出エジプト記の時にイスラエルの民を昼は雲の柱、夜は火の柱で導かれた。皆さん、これもね、神の栄光だったんです。栄光で民を導かれた。皆さん、この光っていうのは神の臨在なんです。神ご自身なんです。それが光だ。皆さん、その意味において私は神の栄光だ、その意味において私は光だって言われたんですね。皆さん、これは驚くべきことです。第2番目、このあと、イエス様とユダヤの指導者たちが喧嘩をする、論争をする、議論をするんですね。13から19までちょっと見ていきたいと思います。まあ、イエス様が世の光だって言うからね、指導者も黙ってなかった。13節、そこでパリサイ人はイエスに言った。あなたは自分のことを自分で証言しています。だからあなたの証言は真実ではありません。まあ、ここでね、モーセの律法を出したんですね。モーセの律法では2人か3人が証言しないとそれは真実じゃない、そう書いてあるじゃないか。どんな咎でもどんな罪でも、全て人の犯した罪は1人の証言によっては立証されない。2人の証人の証言、または3人の証人の証言によってそのことは立証されなければいけない。聖書にはこう書いてあるんだ。2人か3人が、証言をしなければ立証できない。まあ、しかしですね、あなたはたった1人じゃない。だからそんなの嘘だ。まあ、最初からね、実は耳を貸そうともしなかったんです。もし本当かもしれないなと思ったらね、まず聞きますよね。でもここにもし仮に証人が2人3人いたとしてもね、最初から受け入れるつもりないんですから、耳を貸そうともしない、心が固くなかった。皆さん、これがね、ユダヤの指導者です。その姿を見ることができます。14節、続いて14いきます。それに対してイエス様が答えてるんですね。イエスは答えて彼らに言われた。もしこの私が自分のことを証言するなら、その証言は真実です。私は私がどこから来たか、またどこへ行くかを知っているからです。
しかしあなた方は私がどこから来たのか、またどこへ行くのかも知りません。まあ、イエス様はね、承認は必要としない。まあ、彼らはですね、信じない。そんなの嘘だ。しかし私は真実しか言ってない。皆さん、なんでね、一人の証言はダメなんでしょうか。皆さん、人間は嘘をついたり間違えることがあるからです。まあ、イエス様が人間、単なる人間だったらそうですよね。古代妄想家です。しかしイエス様は神様なんです。そしてイエス様は嘘もない。どこから来たか、そしてこれからどこへ行くのか、全部知ってる。皆さん、イエス様はどんなことでも知ってる。そして嘘がないお方だ。パリサイ人はね、それが分かんなかったんです。パリサイ人は神から来たの、イエス様は神から来たお方だ、その光であることを知らず、これから十字架にかかって罪を背負って死ぬ、復活する、そのことも知らなかった。皆さん、指導者たち、彼らは無知だった。分からなかった、何も分からなかった。続いて15節、あなた方は肉によって裁きます、私は誰をも裁きません。しかしもし私が裁くなら、その裁きは正しいのです。なぜなら私一人ではなく、私と私を遣わした方とは裁くのだからです。まずこのパリサイ人、ユダヤの指導者たちはどういうふうに裁いたか。表面的に裁いたんですね。表面的に目で見るところを裁いた。第一サムエル16章7節にこう書いてあります。人は上目を見るが主は心を見る、ね、人は上目を見る、しかし神は心を見られる。本質が見えない。だから彼らはね、イエス様をナザレの大工の息子だと見たんですね。大工さんだ。皆さん、私たちもね、そのように人を表面で、目で見たところで判断していないか、ちょっと考えてみたいものですね。気をつけたいと思います。じゃあイエス様はどういうお方か、イエス様はどう裁くか。イエス様はこう言ったんですね。私は誰をも裁かない、誰も裁かない。もちろんですね、終末において裁きがありますよね、世の終わりに。でもその裁きは父なる神の裁きだ。私は裁かない。そして仮に裁くとしてもね、その裁きは正しい。イエス様の裁きがもしあるとしても、それは神と一緒に裁くからなんですね。皆さん、この言葉を聞いて、この指導者たちはね、冒涜された、神を冒涜してる、怒ったんですね。あなたは自分を神だと言ってる。17節から、あなた方の律法にも2人の証言は真実であると書かれています。私が自分の証人であり、また私を遣わした父が私について証しされます。まあ、ここでですね、あなた方の律法って言ってるんですね。あなた方の律法、これはどういう意味でしょうか。つまりあなた方は律法を所有しているよ。まあ、もっと言えばね、利用している、商売のために、生活のために、宗教として律法を利用している。しかしあなたはそれを実践していない。皆さん、非難しているんですね。皮肉を言っているんです。皆さん、この律法っていうのは利用するものじゃなくて、実践するもの、自分がまず行うべきものです。イエス様はですね、同時にこう言いました。二人の証言が必要だっていうのは分かってる。イエス様は同時にそ
その立法を認めていた。一人の証言でいいって言ってるんじゃないんです。まあ、どういうことかっていうとね、間違える人間でさえも、間違える人間でさえもね、2人か3人が言えばそれで OK とするならね、まして神が言ったらそれは間違いない。皆さん、こういうね言い方なんですね。 2,3 人でもね、人間が言えばね、それが本当になるんだったらね、神の証言は確かだよ。そして私は2人で証言したって言ってるんです。イエス様は2人の証言、1人目は私が言ってる、神である私がそう言った。もう1人は天の父なる神がそう言った、私と父が証言してる。マタイ3章17節を見るとこう書かれています。天からこう告げる声が聞こえた、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。皆さん、天から聞こえた父なる神が、私の子供だよイエス様は。しかし信じなかったっていうんですね。信じなかった。で19節を見るとね、どういうふうに言ってるか。すると彼らはイエスに言った、あなたの父はどこにいるのかですか。イエスは答えられた、あなた方は私も私の父をも知りません。父の話をしたときにね、そのお父さんとは誰ですか、そう聞かなかったんです。どこにいるんですかって言ったんですね。まあ、これはですね、分かってるんですね。彼らはこの人のお父さんは大工じゃないか、ヨゼフじゃないか。どこにいるのかっていうのは、本当にね、そんなお父さんが別にいるんならね、見せてみろ、見せれるわけないだろう、もうバカにしてるわけですね。神が父なんてね、そんなの嘘っぱちだ。だからね、誰なのかって言わないで、どこにいるのかって言ってるんですね。じゃあそれに対してイエス様は何と言ったか、それに対してイエス様は何と言ったか。イエス様はですね、ヨセフをお父さんって言ってる箇所がありません。まあ、もちろんですね、子供の頃とか、働きを始める前はお父さんってヨセフのこと呼んだと思います。お父様使えたと思います。しかしもう働きを始めてからは、父なる神だけをお父さんって呼んだんですね。このユダヤにおいて、お父さんと息子は同じ力を持つと考えられます。この父の息子ってことはね、父と同じだってことです。つまり父なる神の私は子供だってことはね、私は神だって言ってることと同じなんですね。だからイエス様はね、私を見た者は父を見た、そう言ったんですね。皆さん、すごいことを言ってるんですよ。私は神だっていうことを言ってる。じゃあ最後どうなったか。最後は20節です。イエスは宮で教えられた時、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし誰もイエスを捕らえなかった。イエスの時はまだ来ていなかった。皆さん、イエス様はね、こういうね、私は神だ、それを大胆に語ってた。隠してないんです。どこで語ってたかというとね、献金箱があるところ、まあ、ここはこれが献金箱ですけどね、それはどういう意味かというとね、宗教が行われるような場所だ、そういう場所でね、イエス様は言っていた。堂々と言ってた。でも彼らはイエス様を捕まえなかったっていうんですね。本当は殺したかったんです、イエス様を。でも捕まえることができなかった。で、聖書は何て書いてあるかというとね、イエスの時が来ていなかったっていうんですね。皆さん、このイエスの時っていうのは何かっていうとね、十字架で死ぬ時です。まだ来ていない。だから神様が守られたんです。皆さん、これはですね、
本当に素晴らしい私たちに対する約束でもあります。神は私たちを守られる。イエス様はその意味で大胆に語っていた。誰も捕まえることができなかった。じゃあ最後ですね、結論を話しして終わりにしたいと思います。イエス様はですね、カリオの祭りの2つの祭りの儀式に対して、それに対して語っているんですね。2つ、先ほど言いましたね。1つ目は水を汲むその儀式に対して、私のところに来て飲みなさい、この水を汲む、それは私を指してるんだ、私があなたに水をあげるものだってことを指してるんだ。2つ目、ランプに火を灯す儀式、私がこの光なんだ。皆さんそのように語ってるんですね。じゃあまず水を汲む儀式から見てみます。もう一度ヨハネ 7-37 見てみますね。さて祭りの終わりの大いなる日、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言ってる通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。皆さん今日、神様しか癒せない渇きがあなたにもないでしょうか。心の渇き、皆さんそれを神様は癒すことができる。皆さんのその心をね、イエス様は癒すことができる。今日皆さんの心をね、イエス様の水を飲んで聖霊をいただいて、イエス様によって皆さん心を満足されますように、イエス様の皆で祝福します。アメン。そしてもう一つはですね、ランプを灯す儀式ですね。これがヨハネ8章12節に書いてあります。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つ。皆さん、世の光、世の光っていうのは何を指しているんでしょうか。例えばですね、イエス様は太陽の光みたいなもんです。太陽っていうのは自分で光りますね。で、私たちはどんな光でしょうか。私たちは月のようなんですね。イエス様は太陽のように光り、月は夜の闇を壊すことなく、ほどほどにね、明るく。皆さん、月なかったら大変ですよ。真っ暗です。でも大丈夫です。光がありますけど、電気がね、イルミネーションがありますけど、でも本当はね、電気がなかったらね、月がなければ大変です。真っ暗です。私たちはね、月のような光です。イエス様は自分で光る。私たちはこのイエス様の光を反射させて人々に輝く光となる。皆さん、これ大切なことですね。私たちは太陽じゃないんですね。皆さん、太陽っていうのはどういうことかっていうとね、私は正しい、私は偉い人間だ、私は絶対だ。皆さん、自分を誇り、傲慢になる。皆さん、それがね、太陽になることです。今日それを消さなきゃいけません。私たちは太陽じゃない、私たちは月です。皆さん、どうぞ太陽の光、それを放っていたらね、皆さん消して、私たちはイエス様の光を反射させて、そしてその光を持ってね、人々を伝道する人になりたいものです。皆さん、イエス様が光ってね、それがあなたを反射させたらね、どうなるか。皆さんを見てね、ああ、イエス様って素晴らしいな。あなたが太陽になったらどうでしょうか。あなたは素晴らしいな。皆さん、そうなったってしょうがないんですね。私たちは太陽じゃない。その意味で、世の光としてね、皆さん、イエス様の光を放っていく一週間でありますようにお祈りいたします。私は世の光です。皆さんね、イエス様は太陽、皆さんは月のような光、そのような光として皆さんが歩まれますようにお祈りいたします。
天のお父様、ありがとうございます。お一人お一人が今日この説教を通して新たな生き方を始めますように、神様導いてください。この聖書の言葉を通して人生を変えてください。イエス様の御名でお祈りいたします。アメン。今日外国の方も来られてて、とっても難しかったと思いますけどね。イエス様が光で、私たちはこの光をいただいて光る、そういう存在となりたい。悔い改めて私たちはしばらく祈る時を持ちたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、ありがとうございます。私たちはイエス様の光を放つ、反射させる月のような存在、神様、どうぞ一人一人が今日この説教を通して良き決断をすることができますように。今日、日本語が第一セカンドランゲージの人たちにとっては難しい説教だったかもしれません。しかし神様、聖霊が働き、たった一つの言葉、二つの言葉によって人生が変えられることもあります。神様、一人一人が今日人生変わる新たな人になりますように。久しぶりに来られた方々も主をイエス様に立ち返る時となりますように。神様、どうぞお働きください。一人一人の心をあなたは満たしてください。そして力を与えてくださいますように。神様、お願いいたします。愛する主イエス様、ありがとうございます。国のリーダーたちを覚えてください。天の陛下とそのご家族、皇室に主の救いがありますように。神様、安倍総理大臣を覚えてください。主よ、そのリーダーシップをお守りください。麻生副総理、そして菅官房長官、閣僚閣僚たちを覚えてください。指導者、国の指導者たち、また国を守ってくださる公務員たち一人一人を覚えてください。教育者たちを覚えてください。神様、日本の8500の教会を覚えてください。その牧師、伝道者、クリスチャン一人一人を神様、お持ちくださいますようにお願いいたします。神様、一人一人が新たな一歩を踏み出していくことができますように。神様、聖霊様、どうぞ今日のこの言葉の真理を一人一人が悟ることができますように。聖霊様、教えてください。私自ら本当に足りないものです。神様、どうぞ一人一人がこれを悟り、そして一人一人がイエス様との関係を深めていくことができるように神様、助けてください。弱さのある人たち、今週誰かに伝道するチャンスを与え、そしてその伝道をさせてください。心からお願いいたします。愛するイエス様、ありがとうございます。あなたの皆を崇め賛美します。イエスキリストの皆によって感謝してお祈りいたします。アメン。皆さんで一緒に賛美をしながら献金の時、オファリングの時を持ちたいと思います。献金の封筒を使っていただいて、こちらの献金箱に、皆さん献金を賛美しながら66番、歌手の66番、すべての罪
主イエスキリストの定められた聖餐式を行います。神の恵みは私たちに神への信仰そして恵みによって与えられました。一方的なものです。なぜなら今日この神の恵みに良くすることができる。イエス様はこの真ん中におられます。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、御子イエス・キリストが十字架の上に死に私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願うくは主の慈しみと十字架の御苦しみを深く覚えさせてください。今このパンとブドウ酒を祝し聖別してください。御前に砕かれた心を持って主の肉と血とを受けることにより救いの恵みが確かであることを覚え、私たちがキリストにあって一つであり互いに主にある家族であることを覚えて、この交わりをいよいよ厚くし共に福音の証に生きるものとさせてください。主キリストイエスの御名で感謝してお祈りをいたします。アメン。私たちの主イエスは渡されるよパンを取り感謝を捧げて後こう言われました。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。取って食べなさい、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えるためこのようにしなさい。今信仰を持って心のうちにキリストを味わいましょう。
私たちの主イエスは同じように杯を取り感謝を捧げて後言われました。この杯から飲みなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えなさい。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えなさい。これを飲むたびに私を覚えなさいと主は言われました。今共に信仰を持って心の内にキリストを味わいましょう。キリストを味わいましょう。イエス様の恵みに感謝しながら、この時を余韻を味わいながら過ごしてください。一言祈ります。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみによって私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださり感謝をいたします。これによって主イエスキリストの恵みと永遠の命の望みを私たちのうちに確かにしてくださいましたことを感謝いたします。今喜びを持ってこの体を清い生きた供え物として御前に捧げます。願わくは聖霊の助けにより喜びと感謝を持って教会に仕え、御言葉を述べ伝えることができますように。主が再び来られる日まで御前に歩ませてください。主キリストイエスの御名で感謝してお祈りを捧げます。アメン。イエス様はここにおられ、私たちに必要な奇跡を、助けを与えてくださいます、問題がある方は胸に手を置いてください。また病気を抱えている人、痛みのある場所に皆さん手を置いてください。お祈りいたします。天の父なる神様、ありがとうございます。イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じです。変わることもありません。そして私たちに子として心配し、また苦しんでいたらその苦しみを取り去り、また悩みを解決し、また経済の必要を与え、また人間関係を解決してくださる方、イエス様どうぞ今日一人一人の問題を解決してください。そして神様、祝福してください。祝福してください。お願いいたします。また病を持って痛んでいる方々、また目に見えない体の中の病、不治の病、すべてイエスの御名によって癒してください。兄弟姉妹の病を癒されよ、病を癒されよ、病を癒されよ。また悪魔クレドムに立ち向かうイエスキリストの皆の権威を持って、兄弟姉妹から今出て行け、今出て行け。そして聖霊が
私たちを満たし、生ける水が川となって流れ、またあなたの光が私たちを照らしてくださいますように。今聖霊で満たしてください。今あなたの力で溢れさせ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 てくださいますように。主よ、あなたの力で溢れさせてください。聖霊で満たしてください。あなたの力で溢れさせてください。今奇跡をお与えください。主よ、あなたの力で、主よ、満たしてください。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 主よ、お願いいたします。おー、天の父様、ありがとうございます。あなたが聖霊を満たしてください。神様、生ける水が、そして光が、主よ、豊かに注がれています。おー、主イエス様、感謝します。聖霊で満たしてください。聖霊で満たしてください。聖霊で満たしてください。主よ、あなたの力で、溢れさせてくださいますように。あなたの力で溢れさせてくださいますように。あなたの力で溢れるようにお願いいたします。おー、イエス様、ありがとうございます。イエス様、ありがとうございます。おー、主よ、あなたの力で溢れるように。あなたの力で溢れるように。おー、主イエス様、お願いします。あなたの力で溢れるようにお願いいたします。問題解決しますように。主よ、あなたの力を注ぎ続けてください。主よ、お願いいたします。昨日も今日も変わらないイエス様が私たちと共におられ、生ける水、世の光、そして私たちを愛していつも共にいてくださる主に心から感謝を捧げます。愛する主イエスキリストの御名で感謝してお祈りいたします。アメン。誰よりもあなたも、誰よりもあなた知ってる。あなたを誰よりも、あなたを常しえまで。イエス、イエス、あ。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔を持ってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。仰ぎ願わくは、我らの救い主、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、集いましたお一人お一人とともに、そのご家族、親族一同の上に、インターネットで礼拝を捧げた方々とともに、今も後も、よよ限りなく、あらんことを。アメン。アメン。感謝なくしをもって、イエス様に栄光を感じたいと思います。アレルヤ。どうぞ、お座りになってください。